煙やばいで、圧巻の景色やね。最高やな。えいやー、阿蘇はやっぱすごいわ。桜みたいやな。いや思った。このグラデーションやばすぎる。赤牛丼やん。あ、こっちもね。じゃあなんとか渡ります。よっ、こちらが綺麗で、おお、すごい。あ、すごい。この上、すごい。大和すごいよな、水溜まっとうとこな。つららの奥は流れとうねんな。わあ、すごいな。これは来てよかったな。なあ、氷瀑っていう響きがいいよな。はい、さよなら。ここが安全ルート。ここ岩があるから、こう。それで足使っとったのに。それでええの。しみるしみる。オッケーオッケーオッケー。さあ帰ろう。こんにちは。ちょっと撮らせてもらってもいいですか。かわいい。かわいいな。お名前は。モンジロウです。モンジロウくん。ちゃんちゃん、かわいいね。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。かわいかったな。かわいいな。うちのかわいい子ちゃん、何しとんの。寝とる。もう帰ってきたみたいな感じやもんな。ああ、過酷やで。あの下りは気ぃつけなやばいね。ここやばいよ。最高にやばいよ。もう気ぃつけて。これ一番急な坂ちゃん。これは筋肉痛やな。あ、ここ怖いな。この坂やばい坂やな。持ちながら行こうかな、この手すりを。おお。あ、でも凍ってないから大丈夫そう。いける？うん、結構大丈夫かも。ゆっくり行けば。いけたいけたいけた。スノーボードの理屈で言うたら、地面に対して垂直に圧をかけたら一番力が伝わんねん。だからこうやって歩く。ここ持った方がええかもわからんで。そんなにやばい。このためのロープちゃう、これ。雪なくても転がっていきそうやのにな。ここやばいかも。左で、影で、でこうと。最高にやばいよ。最高にやばいよな、うん、わあ。しかもめっちゃ距離が長いな。真剣に行こう。こういう時はね、小股で行くの。こうやって、そう、ちょこちょこちょこ。ちょっと待って待って、マジで。ここ紐持ち、ここここ。これ痛いやつや。もう大丈夫かな。アドベンチャーやったね。アドベンチャーやわ、ほんま。ちょっとほんまに怖いわ。こっちの端の方が良くない。ちょっと待って。もう話してて。首持つわ。首持つやめて。ちょっと首持ってる。首持たしてな。押すのやめてな。押すなよ、押すなよ、ちゃん。うわぁ、綺麗。もう首えんちゃう。あ、それ飲むの。めっちゃ綺麗。モコモコやな。煙やばいで。おぉ、すごいな。モコモコ。すごいな。うん。おっちゃんが今日は入られへんでっていうことで、すごいな。うん、めっちゃ出とうもんなって。帰ってきた、帰ってきた。帰ってきた、帰ってきた。さあ、大観望に行こう。大観望行くまで20分ぐらい。23分。馬肉マンサブだから行こうか。ね、うん、思い出した。思い出した。馬肉だけちゃうね。魚なんか。うん、なんか入っとう。なんかいろいろ入ってそう。入っとんで、めっちゃうまいやん、これ。そう。すごいな、煙。わー、すごいな。うん。もくもくしとんな。うん。圧巻の景色やな。今ね、圧巻の景色になった。圧巻の景色やね。見渡す限りやっぱ囲まれとる。カルデラ、前説明してもらった。説明してもらった。まあ、いわばスタジアムや。俺らは今アリーナにおんねん、これ。カルデラというやつ。もうなんかほんまにすり鉢というか。全面球。そうそう、そんな感じ。ミルクロード。人がいっぱいあるから。ああ、そうじゃなか。道路がミルク湧いてて、違うんだ。で、で、で、焼けてきた。おー、すごいな。青空。あー、すごい景色。おー、すごいな。煙もくもく。上がってきたな。大観望。今日はガイドさんがおらへん。前ここでな、めっちゃ説明してくれてすごい分かったよな。あれよかった な, なあ。からしれんこ前売っとったのにな。中で売っとうかもやね。ちょっと見てみる。揚げたて美味しかったもん。帰りに見ようか、うん、展望所行ってみようか。寒いな。寒いな。風きついな、上は。うん、風が冷たい。よう歩くな、今日は。今日よう歩くから温泉が気持ちいいで。よう食べとうからな。そやな、消費しよう。いいな、綺麗な。おお。美しが原思い出すな。あっちの方まで歩いていけるん。いけるんじゃん、ずっと。なお、うん、まあ行かへんけど、そこまでは。行き、行き。いや、やめた方がええわ。寒いわ。寒いな。あ、それないからか。ちーさん、こんな服着とったん。寒いやろ、うん、T シャツやで、それ。え、寒いで。寒いやろ、うん、気づかんかった。ダウンにしたらよかった。
まや、なんぼこのベストダウンやって言ってもな、袖がなかったら寒いよな。そうね、風入ってくるからな。これでもめっちゃ可愛いスノーピーク。でもこれええね、ほんま着心地ええね。あそこのベンチええな、あそこ座ろうな、うん、あんなとこまで行くん、結構あるで。いや結構ないわ、すぐ結構登るな。よう歩いとうな、朝からな。今日はええ運動なとうな。チャラなる、うん。肉まんとおにぎりチャラなる。素晴らしい。おお、こっちか、素晴らしい。おお、すごい、めっちゃ綺麗。これはすごいな。あ、ほんま綺麗な。すごい。うわあ、綺麗。ほんまこの景色、圧巻やな。すごい痛かった。ほんま綺麗な。これはほんますごい。あのガイドさんおったらよかったのにな。あの人の話聞いて納得したらもうなんかもっとええな。あ、そうやな。うん、まあ俺が日本で見た景色の中で、うん、やっぱ一番すごいなって思うのがここの景色やね。私が一番見たかったんがこのカルデラやね。カルデラこっちじゃね。カルデラ反対。わあ、すごい。めっちゃすごい景色。めっちゃ手あったかい。冷たいわて。これ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 よ。これはな、最高やな。ほんま、もう俺は日本での最高峰の景色を思ったんで、ここの景色は。富士山ちゃうかってんな。うん？富士山は好きやで。いやでもこれはすごいよな、ほんまに。作ってできたんじゃないところがすごいよな、このカルデラっていう。カルデラ、カルデラ語るな。カルデラ好きやねん。カルデラな。大観峰、大観峰やな。さあ行きますよ、はい、皆さん。カルデラすごい、すごいな、ほんま360度すごい景色。なにこれ、煙もくもく出とうね。もくもく、ほらほんまこの壮大さすごいよな、ほんま、うん、あっちの山もめっちゃ綺麗。向こうな、大分川やな、これな、うん、風がすごいな。さあ行くか。さあ行くか。カルデラの説明はあの九州総集編で見てもらったらさ、あ、うん、あのガイドさんが、うん、あの時おったから説明してくれたんだな。 あれなんか聞いたらすごいいいよな、うんうん、あれ聞いて見るんと、うん、何も聞かんと見るんとで、また全然ちゃうな。 なんかちょっと違うな、うん、なんか自然のこう力を、あ、そうなんやって思って、うん、な残念ながらその説明は俺ら要せんねん。そうだな。あの人でもすごい上手やったわ。ああ、分かりやすかったもんな、うん、移動しよっか。あったかいお茶飲む？あったかいお茶ええな。あ、ほんならちょっと待って、ほうじ茶をここから出す。出すわ。リンゴんどいて。あ、私これにしよう。黒豆茶。ほうじ茶2本にするわ。濃いめでいこう。はい、ほんならこれで。はい。ポットとお水。湧き水やな。湧き水、水道から湧き水出るけど、汲みに行きたいわ今日も。あそこ な近くにあったらほんま毎週汲みに行く。なあ、な、窓開けようかな。窓ちゃうな、ブラインドか。うわー、めっちゃええ景色。うわー、めっちゃええやん。めちゃめちゃ贅沢やな。めっちゃええ、これ最高。景色、この景色見ながらお茶できるとか最高やな。え、天気なったよな。ほんまよかった。悪天候から考えられへんな。なあ、感謝感謝。レゴここおいで、ほら。いいよ。レゴここおいで。レゴここおいで。いいねこれ。はあ、やっとあったまってきた。なあ、めちゃめちゃ寒かったな。寒かった、ね、え？あれは言っちゃないけど、ほんま北極とか南極行ける感じやね。なんて曲？北極とか南極とか。あ、私？うん、はい。いやいや、結構下半身が寒い。だからあれのパンツバージョンがあったらもう最強かもしれない。もうなんかダサくてメーカー欲しい。どんだけ守る？なんかちょっと甘いのが食べたくなってきた。いきなり団子食べようかな、私。食べ。これ結構ボリューミーやな。そうやな、今食べて3時半。晩ご飯を遅めにしようか。まあどうせさっき温泉行くもんな。そうやな。じゃあこれにしようか。ここへは日差しがめっちゃ。あ、ほんまや。よかった。2年前来た時にここでなキャンピングカーでなんかゆっくりしとう人がおってん なそれを羨んでみつつ移動したな。なで次来た時はゆっくりしようって言って。だってこの景色ほんま何よこれな。これあれじゃん、大分抜ける道っていいんちゃう。そうやな、からゆっくりしてから降りても。湯布院Google 先生に聞いてええか。まあ、ならんけど一応聞いとこうか。やってならんけど怒られんだよ。騙されたい。お前の調べ方が悪いやろって言われた。1時間6分。
有料道路使ったら1時間1分どんなんや5分しか変わらんのじゃあ使わん温泉ってどこやろ道の駅の近くにあるんかないろいろありそうやけどなうん、あるやろな湯布院といえば湯布院といえば大分でしょうえ違うやん温泉でしょ大分でああ温まってきたアイスが飲みたいなえなんなのめっちゃ怖びっくりしたかかったんちゃん私もや焦った満タン入れすぎとった1000ぐらいやったと思うでそうやんななんでなのりょんくんはこれで守ったから大丈夫霧状に出とったからまだよかったなバッサーやったら誰かかかった人がやばかったせいさんでもあんまかかっとるでなんでか知らんけど大丈夫皮が熱いもう大丈夫やんなちょっとやるやる怖い恋愛でもうあんだけ出とうか大丈夫お母さんの声が一番びっくりしたな VTR で見てもらったら分かるわ私の俊敏な動きレオンちゃんとカバーしたカバーしたから VTR で確認してほんまか、うん、俺はもう自分のことで精一杯やった自分だけを守っとんが収まっとうと思うから後で検証してみようやばいことやってもたこれってどんなんだよ馬の飯にゆで卵、うん、これはお腹いっぱいになるなるやろないただきますいただきます見た目すごいなしが効いとうまかどうかは分かるどこが馬なんかが分かる分かるなこの組み合わせはなかなか美味しい組み合わせじゃもう卵がうまいな、うん、半熟やうん、数った半熟って昨日のほら霧島の市場の卵うまかったな美味しかったなんかあの湯気の中から出てっただけで美味しそうにうんうんお腹いっぱいになった美味しかった美味しかったなごちそうさまでしたごちそうさまでした仮眠スタート最高の場所での昼寝やなめっちゃ気持ちよさそう10分だけ寝て出発します道の駅湯布院を目指すね気持ちよかったゆっくりした予定は大幅に遅れだけど結果オーライやなめっちゃ綺麗な今雲一つないで中だけのあの煙ぐらいやでわー綺麗山並みハイウェイを通っていく、はい、滝を見に行くのに時間がかかったのが良かったんやな全てがオーライやわー草原やななあこれ山の上やもんな自然でできとうからすごいわ山並みハイウェイこっからがいやー阿蘇はやっぱすごいわほんまにすごいまあ、来たな来たな千バズル鹿公園っていう名前があったんやでっかい鶴がほらおーこれうまいこと作っとうなちゃんとこう見れるようになっとんやな、うんうん、なんかせやなおー日本一の温泉県大分県入りましたちょこってこやなさっきまで調子でそうやな走っとったのにあー夕日が綺麗マイナス2度やもん標高もやっぱ上がってきとうからあ気温も下がってわー美味しいすごいめっちゃ綺麗綺麗やばいなほんま、ええー、色やな染まってきたな染まってきたな標高分かるで1207m あ1200かその割にはなんかよう冷えとうな気がするな絶景ポイント綺麗見晴らしいなここシカちゃん、シカちゃん、シカちゃん、おー、ちっちゃいのおった可愛かったな綺麗な綺麗な牧野と峠わー、綺麗な、なんかこれ木が綺麗やこの雪の被り方がな、そうめっちゃ綺麗ね桜みたいやないや、思っためっちゃ綺麗ない、ここほら、見てちゃ、待って待ってむちゃを言うたんかな駐車場入ってからな入ってからな綺麗どういう感じになっとん？こういう風に雪が積もって。わかる？わかる。めっちゃ綺麗。あ、向こう見て、空が。綺麗。雲がピンクだ。うん。すごい景色に出会ったこのグラデーションやばすぎる時間帯といい、うん、よかったよなよかったなあっこの山頂で泊まってもよかったけどなどこ今のとこ、うん
いきなり団子食べ始めとうねんけど晩飯前にチャレンジャーやな。うわ、お月さんがまんまる。道やばいけどな、これな。かなりテカテカで、この下りで安全運転で参ります。お願いします。もう道路はすっかりあれやな、雪なくなったな。由布市入ったな、テカテカ道が。だいぶ降りてたのにな、途中も全然なかったのにな、うん、安全運転で行くしかない。これいろいろあるんやな。1時間貸し切り、どういうシステムやろ。本日のお宿はここ。ここは受付みたいな。こういうシステムか。この辺家族に選べるんかな。ほら、バイバーイ。こんな感じね。ここはね、日帰るだけ、何もないと。今ね、誰も入ってないんですけどね。雰囲気ね、これいい感じなんですよ。これね、壁してあるけど、上はね、受け塔から外と繋がってる。こっちは完全に露天。お湯はぬるい。で、今もめっちゃ寒い状態。温泉上がって寒いってどういうことやろ。まあ、とりあえずね、車戻ります。車に帰ってきました。とりあえず寒いから、FF ヒーター、電源入れるわ。こんなことある？温泉上がってきて寒いって。考えられん。ここですか？到着。道の駅、由布院。看板かっこいいな。ちょっと斜めな。納豆な、こう斜めな。とさ、ここに止めたら俺らはちょうどいいじゃん。頭がちょっと高くなる。そうやんな。枝かます？こういう時に備えて、この板。うん、シェードもらいます。いい。風呂上がりに FF ヒーターつけるってどういうこと。寒いとか言うと風邪ひかんかったやけど。なんちゅう温泉や。寒なかった。めっちゃ寒かった。とりあえずご飯しよっか。ご飯しよっか、うん、ね、風呂上がりになんでこんなベスト着てるの。極端着て、トレーナー着て、こんなベスト着て。そしてなんか気持ち、背中がちょっとなんか寒いみたいな。寒いな。よく、そこを座りして。よく。よし。よし。賢いなぁ、レオン君。米だけ先よりそこか。フライパンがいるな。そうやな。お米を用意しとこう。お米あれは宮崎米や。そや、何で入れた。これで作った。これはプロの技やな。200やろ。あ、そうだよな。いける湧き水まだいける。あ、いけるはいけるやろ。250。岡山から見たらよう分かんね。全然まだまだ入ってない。やる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 。全然まだまだ全然まだまだ。ビビりすぎ。キャッキャッキャッ。オッケー、よっしゃ。すき焼きのタレを持ってきたから、それでジャッとやっちゃう。あれはめっちゃうまいよな。めっちゃうまい。ご飯の準備はオッケーなんちゃう。換気扇も準備した。よいしょ。よいしょ。セットします。ちょっと待ってよ。オッケー、うん、スイッチも入れるだけ。昔のこたつのスイッチみたいな。ギリギリは書いてないけど。熊本赤牛。赤牛丼やね。めっちゃ爪爪やな。爪爪やからこそ走行中にガタガタ言わへんねんけどな。そういうこと。今日はええ一日やったな。今日よかった なほんま。お風呂以外もう忘れよ忘れよ。景色はほんまに最高やったな。いや、ほんまに間違えて行ったあの道もほんまに良かったし。いや、よかったよ。そう、まあ鍋が食べたくなったけど、赤牛見て買っとこかってなったな。赤牛丼を買ったらさ、それなりのやっぱお値段するけど、それで美味しかったら家で安いよ。はい、セッティングだけしとくわ。うん、俺がサボっとうようにカメラに映っとうから。なんか、うん、サボってんねんこの方。ちゃうやんな。でもさ、喋っとんねん。いつもしてくれるから全然。出るやろか油。出やろ。あんま出へん。赤身やな。赤牛。いや、赤牛やから赤身じゃん。わかるよそんな。わかるか。油ちょっと引く。ちょっとだけ引こうか。あれにする。あれにする。オリーブオイルとだいだいと塩のやつです。 あれにしよう。これ美味しかったな、ほんま。種もいってもええ。いっちゃおうか。え、ほんまに。換気扇回すか。ちょっと開けとこう。ここマイナス2度なと。うん、いっぱい。おいしい。だいだいが直撃やった。だから袋出しとくよ。はい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 。出しもなかなか大変やった。用意したで、袋は。サンキュー。これは
もうほんまこの産地の地産地消というやつやな。わうまそう、からしれんこ。この形が俺のイメージしてたからしれんこ。おやるんか、やるんか、レオン君やるんか。なんかいい匂いしてきたレオン君。からしれんこんのコロッケってさ、何もかけんでええんか。緊張ソースあるけどな。開けちゃおう。あった。おー、緊張ソース。じゃあ行くで。じゃあ行きます。おお、できてきた。やっぱ傾いとんかな、手前にタレが。板かましとってもやっぱあれか。まあ料理ってなったらなんかな、寝るだけやったらな、ちょっと傾いとってもいいねんけどな。うわ、めっちゃいい匂いしてた。ご飯できたんかな。ご飯ピーともなんとも言えへんね、この子は。うん、黙って待ってくれる。なるほど。あつあつ、ここ置いて、ここ置いて。これ、熱いな。お、なんかいい匂いしてますね。さあ、米をちょっと振りましょうか。うん。オープン。じゃん。完璧じゃん。つやつややな。つやつややな。おお。美味しそう。あ、漬物出す？あ、漬物な。漬物出す。あつあつ。これサービスしとくわ。ありがとう。うわ、最高やん。赤牛丼やん。赤牛丼やで。すごい。やらかした、やらかした。やらかした。やらかした、やらかした。うん、どないしとったん？振ってからな、うん、蓋がちゃんと閉まってないことに気づいて。はい。できた。めっちゃ美味しそう。赤牛丼。おー、赤牛丼。食べよう。いただきます。いただきます。歯応えがあるな、赤身。俺の好きなやつよ。好きやな、ほんま。美味しい。うまっ。俺、こういう赤身好きやな。うまっ。温泉がチャラになった。これは熊本やけどな。ほんまや、めっちゃうまい。コロッケはコロッケなんや。からしれんこどこに入っとる？どういうこと？どういうこと？何でもからしれんこ。あ、ちょっと待って。それもまあまあ最悪やな。結構飛んだな。なんで？落ちたからやな。落ちたからや。ごめん、ごめん、ごめん。確認するか。あまりの今ショックで落としてもた。関係ない。なんだショックや。あ、でも味はする。あ、レンコン入っとうや。丸ままは入ってんやな。刻んどん、これ。刻んどんかもな。ソースなくてもいい。飛んでない。もうこれ、黒いから。緊張ソースがうまい。おいしい。これが万能やね。確かにな、うん、これバンド、これバンド、何でも合う。だってこれ豚でも何でも肉にかけて焼いたらもう美味しい、うん、赤牛はこの牛自体の歯ごたえというか、なんか美味しいな。美味しい。代々がええ仕事してますね。よう走ったんだ。よう走ったな。何キロ走ったんやろ。多分距離は少ないよな。あの山道やっぱり疲れたな。そうやな、結構凍結してたな。下りはほんま気ぃ使った。やっぱりめっちゃしょった。残りはええねんけどな。ガチガチに凍結やったやろ。あれ大分側がやっぱようこう取った。あれは気ぃ使うよな。なあ、このからしれんこん行ってみようか。うん。あ、来た来た。来た、辛い。これほんま誰が作った絶妙な辛さよ。鼻に来そうで来へんやん。大感冒で出てなかったな、やっぱり。寒いからか。前な、大感冒で食べてんな。揚げたて食べたかってんな。お腹いっぱいや。ごちそうさまでした。牧野と峠。うん。めっちゃ綺麗かったな、あそこ。あの景色はやばいな、ちょっとな。あのグラデーション、なんかみんな言うとったこのグラデーションなんだって言うとった、言うとった、いっぱい聞いとったな。いや登山したかってんけどな。怖いこと考えると夕方から入って、うん、夜になっても帰ってこへん人が多いから、夕方から入ってはダメです的なこと。帰ってけへん人はどこ行った。怖いよ。これあれする、ティッシュであれする？シュッシュでいいか。あれした方が早いか。あればっかやん。あれの方が早いと思う。ほなあれして。やっぱほら、この方が早いわ。この作戦に勝るものはなし。なんかイチゴ食べる？おいで。よーし、来た。匂いでわかんねんな、もう。下から顔出してくる。かわいい。この九州の旅はほんまに美味しいもんいっぱい食べた。あ、水まだ残っとったっけ？普通の水はな。湧き水はもうない。湧き水な、ちょっとしかない。今日でも6日目が終わったね。6日目、早っ。あっという間やな。デザートする？お湯が沸いたから、うん、ちょっと吹き出せへんかな。大丈夫。パソコン濡れるで。満タン入れてない。満タン入れてない。全然線より1センチぐらい。もうマイナス4度になった。さっきのことがあるからな。一応万が一の、あれ満タン入れとったから。入れすぎとったん。
びっくりした。マイナス4度ってよう冷えとんな。この辺寒いなあ。それはやっぱり道路あんなカチカチなのはずやわな。全国的に寒波が来たんじゃん。ほうじ茶ハマるわほんま。まあもともと好きやけども。そうやな。万に飲むには優しいな。俺の足の上にお尻を乗せてくるよ。えらい下がってきましたよ。マイナス5度。マイナス5度。寒いはずやな。明日はどうしますかね、ほんで。明日は、さあは。食べ歩きちゃうかった？そうそうそう、この辺に行きたいね。食べ歩きやな。食べられへん。食べられへんよな。あかんやん。見るだけ。明日あれで、湯布院の印象決まる大切な一日。そうやで。ええとこ厳選していっとかな。このままやったら俺ら湯布院に訪れることはなくなる。お風呂入る？他もどうかっていうの入ってみたら分かるかも分かれんな。分かれへんもんな、うん、県の特色が。そうやな。次入ってもそんな感じなんやったら、あ、湯布院っていう温泉はもうそういうもんやってなるから。 それはありやな。午前中ちょっとうろうろしてから温泉入る。ほんでもう移動する。帰る方向へ。福岡の方に向けて。北へ向けて。多分また結構移動するんちゃう。そうやん、これやん、明晩。これ誰が入っとった？そうそう、それ誰か入っとったね。何で見たっけ？ YouTube。 YouTube やな、うん、誰か分かれへんけど、うん、貸し切り風呂。あ、ほんで温泉卵また苦しくて食べられへん。もう今何も食べる気がする。食べ歩きのとこ見て、うん、食べるかどうか前、うん、ここプラプラってして、うん、で湯布だけを見ながらブラッとして、うん、この明晩温泉、うん、行こうか。了解。こっちだかね、こっちの東の方か。なんか海の橋とか切れそうでも行ってはいけません。行きたいな。ラストは10時出発出たない。よし、じゃあ寝よう。寝るね。おやすみ。おやすみ。また明日。